ました。イエーイ、こんにちは。こんにちは。そして中央には、中央には、はい、マンキューでございます。マンキューさん、久しぶり。久しぶりでございます。3回目ですよね、今日。今日3回目です、ね、もうね、3回出たらね、準レギュラー、準レギュラーですか。はい、しかもそのうち2回ちょっと私いなかったんです。だからね、あの、なんとなくすごいこう安心感がある今日。ありがとうございます。マンキューさんじゃ大丈夫だよ。イエーイ、マンキューさん、イエーイ、今日よく来てくれました。お任せくださいませ。あの、今日はね、なんといってもこのマンキューさんを丸裸にしちゃう企画。本当に裸になりますよ。いや、それはやめて。はい、わかりました。あの、一応ツイキャスで生配信してるので、ラジオではね、脱いでもね、見えない。確かに、それがなければ脱いでも大丈夫だったけど。ええ、わかりました。はい、本当に脱ぐのはやめます。お願いします。はい、まずね、私とラムリンはもうマンキューさんとはね、何度もお会いしてるんですが、はい、初めてというリスナーの方のためにマンキューさん、自己紹介お願いします。はい、自己紹介ですね。、もともとギタリストでいろんなバンドでギターを弾いていた人間なんですけども、大人になって、年食ってからですけども、サックスをやるようになりまして、最近ではコンピューターシーケンサー、シンセサイザー、生楽器等を使った自作のバックトラックを流しながら、サックスを吹くというライブをメインに活動させていただいております。静岡県内、浜松から、まあ、西は浜松から、東はどうせ沼津か三島とか、そんな方ぐらいまで活動しています。まれに県外行ったりしますが、今は県外に出れない時期なので、それはやっていません。こんな状況でございますか。よろしかったでしょうか。はい、もうバッチリです。ありがとうございます。はい、もともとはギターなんだけど、うん、でも今はサックス奏者ということで、え、まだギタリストのつもりでもいます。ギターもできる、はい、ギターも弾いてますよ ね、 ギターの弾き語りもやったりしますし、うん、エレクトリックギターでバンドに参加することもあります。うん、はい、でも今はメインはサックス。メインは自分はサックスだと思ってやっています。はい。なんかさ、そのさ、移り変わりが気になるよね。うん、そのギターからサックスまでの、はい、そうですね。そうですね。まあ、もともと10代の頃ギターを買って、はい、でギターのバンドを組んで、うん、もうずっとかなり激しい音楽をやってたんですけれども、まあ、あるそのジャンルに僕を、招き入れてくれた親友がいまして、小学校3年生からの友達だったんですけど、まあ、その子が私をその、まあ、要はハードコアパンクっていうジャンルの中に、入れてくれまして、まあ、わりかし清水はそういった聖地だったので、その中心に、身を置くことができました。はい、ところがその友人が二十歳の頃に、ちょっと交通事故で亡くなりまして、うん、私もちょっとちょうど就職とかそういった時期も重なりまして、友人が亡くなったこともあり、就職しなければならないので、うん、モヒカンとか金髪とかもできないじゃないですか。っていうか、モヒカン金髪だったのですね。へ、モヒカンじゃないやつはパンクスじゃねえとかわけわかんないこと言ってましたので。分かる分かる。俺たちはミュージシャンじゃねえ、パンクスだなんて言ったりしてましたんで、そこでその音楽をやめることにしました。うん、でも私もどっちかっていうとそっち系だったんですよね。あ、本当ですか。うん、ですよね。そう。ハードコアですか。ハードコア。ハードコア何が好きなんですか。ハードコア、でも私、パンク、パンクかな、スタークラブとか。あ、スタークラブ。あ、そうだ、伊藤さんスタークラブだよね。そう、スタークラブの。私今でもスタークラブのカバーやりますよ。え、私もスタークラブのカバーやってた。何やってました。もうタイトル覚えてないけど。じゃあ今日もやろうかな。いいね。今日のライブでスタークラブやろうかな。あ、なんちゃって。いやいやいや、本当にやりますよ。もうできますもん。あ、そうなんだ。レパートリーに入ってますもん。いいねいいね。いや本当にそう、清水ってそういう土地だったんですよ。うん、そうなんですよね。うんうん、
あの私もずっとラバーソールを履いて、あ懐かしいですね重たいですね重たいやつでこういろんなものに秒を打ってそうですね、自分で私ももう秒ジャンになってましたので、ね、革ジャンじゃなくて秒ジャンになってました、ね、どんだけあの秒をつけるかみたいなそれもあのなぜか陸上のスパイク物の秒を打ってたんで、はいはい、そんなの危ないですよね、めっちゃ痛いやつ、当時モッシュなんて言葉はなかったですけど、それでモッシュやってたら刺さりますよね、うん、怪我します、うん、でよく、ね、ライブハウスとかの地面見たら、ね、お酒と血でぐちゃぐちゃになってたって怖い世界でしたね、古き良き時代ですよ、そう自分が被害者側だったら絶対行かないですけどね、うんうんうん、喧嘩して終わります、どっちかというと加害者側の方に立っているかこんなことを言っていいんだろうか止めてください早く、大丈夫ですよ大丈夫ですか、聞きたい、だから元々はハードコアパンク、その激しいところから、はい、激しいところからちょっとまあいろんな紆余曲折があって、うんうんうん、あのパンクって PUNK って書くじゃないですか、はいはいはい、P を F に変えまして、うん、ファンクになりましたP から F それなんかネタですね、後からつけたネタですけどね知り合いのバンドがファンクバンドやってて、うんうん、で演奏がかっこよかったもんですから、うん、あこういうのをやってみたいなって本当に思いまして、うん、で、まあ、そのバンドがやったりやらなかったり、うん、非常にこうもったいない、うんうん、感じがしたので、じゃあ俺がまとめてやるっつってバルキリーってバンドをやり始めまして、はい、もう皆さんね知ってるよね、で、まあ、20年ぐらい活動してたんですけど、ね、でギターが3人も4人もいるんですけどもうファンクバンドってメンバー多いじゃないですか、多いですね、パンクバンドは4人だって言ってますけど、うん、3人とか2人ですけど、ね、うん、ファンクバンドって20人ぐらいいたりするじゃないですか、うんうんうん、それでみんな入ってきたがるんですけど、みんなギターです、ギターです、ギターですいらないそんなに、俺もギターじゃないですか、うん、でそんなにギターばっかりいらないし、ホーンセクション欲しかったですよね、うんうん、でホーンセクションの方にこう来てもらうんですけど、もともと吹奏部楽部の方とか、うん、あのに来てもらって やってもらったりしたこともあるんですけど、なんかこうファンクにならないというか、うん、なんていうんですかね、うまく言えないんですけど、こう譜面に全部、まあ、ちょっと専門的なことになりますけど、うん、スタッカートつけてあげんでもう、うんうん、ちょっとそれっぽくなるだけで、うんうん、実はちょっと違うって、うん、でこれってやっぱグルーヴの考え方の違いがあると思いますもんで、うん、なんでできないんだろう、やってないからわからない、うん、じゃあ自分がやってみればいいじゃん、あそこからサックスをちょっとやるようにしました、うんうん、だから自分が一番得意な楽器はギターなんですけどもういい年ですよその時ですよ、サックスを急に持って、うん、さあやれったってそんなワイプ打つわけないですよね、難しいと思うサックス、ギターより難しいと思う、なんか私もそう思いますまあギター散々弾いてきたから、うん、それはねサックスの方が難しいっていうのは当たり前ですけど、まあ、とにかく最初苦労しましたですね、でやっと今一人で人前でできるようになるところまで持ってったんですけど、うん、生半可なことじゃなかったですね、どれぐらいかかりました、どうでしょう、半年ぐらいかな、意外と早かった意外と早かったですね、いやいやできてないですよ、今でもできてると思ってませんあの全然なってないんですけど、だって本当が吹奏楽部の人って一日何十時間も練習、うんうん、それも若い頃、うんうん、そんな人たちと太刀打ちできるわけがないじゃないですかもうおっさんになってから始めた人がでもすごい、そういうマンキューさん、うん、すごいすごいすごいって言ってくれるだけ本当にありがたいとそうこうやってパンクからファンクに、うん、ね、そして今に至るという歴史を語っていただきました、はい、ご友人がね、はい、お亡くなりになったっていう悲しいお話も、うん、はいはいはい、エピソードもお話しいただいたんですけど、はい、今日はね音楽でもこのマンキューさんの、うん、ここまでの歩みっていうのをね、おそうもう耳でも皆さんにお聞きいただいて聞いていただけるんでしょうか、はい、もちろんです、はい、聞かせてくれるんですか、お願いいたします、はい、まず皆さんにお届けするのはどんな曲ですか、当時ですね、私がまだこれ19歳ぐらいですかね、うん、レコーディングしたんですけど、新宿のジャムスタジオっていうところでレコーディングしたんですけど、はい、当時飛ぶ鳥を落とす勢いだった、清水のハードコアバンドソーファットっていうバンドだったんですけども、そこで私ギター弾いてまして、うん、出したアルバムの中から1曲、
かけてもらおうかなと思います。あのタイトル言っちゃっていいんですかね。はい、あのそのアルバムの最後の曲です。なぜ最後の曲を選んだかというとギターソロがあるから、うん、グラスハイという曲です。もしよかったら聴いてください。はい、お聞きいただきました。ギターすごかった。すいません音が悪くて。いや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 、これめっちゃ貴重な音源じゃないですか。めっちゃ貴重な音源だと思いますよ。私これをよく残ってましたね。これをこの番組で流すっていうのはすごいなと思います。すごいやったね。かっこいい。あの私持ってる音源って結構貴重なものがわりかしあるんですよ、でこの間あのこのバンドのベースのよし君っていうね、まあ、今富士に住んでるんですけど、あの当時超有名だったんですけど全国で、あの電話かけてきました、悪いけどお前持ってる音源ちょっと貸してくんねえかで持って帰ってなんか自分でなんか すごいもの作ってましたけどね。すごいのって何ですか。なんか歴史みたいな。でそれをなんかどうにかするとかなんだかしてまた俺の友人の宅まで持ってきたんですけど、それを俺が取りに行っていないというその友人が原付で事故ってしまいまして、鎖骨骨折したからちょっと来てくれるなと、そのうちコロナになってしまいまして、そうなんです、ね、でそいつが作ったそのすごい歴史ってやつは未だに持ってないです。あーそうなんだ。でもどうせ俺が渡したやつで作ってるんでまあ大体分かってるんですけど中身はね中身はすごいかっこよかった。私ね、はい、本当にこういうのを聞いてきたの、高校生ぐらいの時にずっと、素晴らしい高校生ですねもうだからなんかこうその当時のライブハウスでヒヤヒヤしてるこう自分が蘇ってきてそう、ね、大興奮私は初めてあの新宿アンチノックっていうライブハウスで、ソーファットでこう出演した時に、もうイガイガパンクスが暴れまくってるです、それがバンドブームが来たんですよね、そしたら宝島とか読んでるような女の子が、それこそさっき言ったようなラバーソールみたいなの履いてるような女の子が最前列2列全部並んで、その後ろでモヒカンが暴れてるっていうあーなるほどね、よくわからない形になっちゃったりしてまして、で昔はね上り来た客を蹴っ飛ばしたり、なんかそんなこともできたけど女の子が前にいてくれるおかげでそれがなくなりましてだいぶ楽になったなと思いましたけど、壁ができるわけです ね、そうですね、面白かったですよね。もうマンキューさんのそれ見たかった。あの
金髪モヒカンも見たかったし、あそういう写真だけいっぱい集めておいたんですよ、うんうん、したらそれだけ引っ越しの時なくなっちゃいまして、だから私の歴史の中で真面目な髪型しか残ってないです写真が。あそうなんですね、ないですね、まあ、一部残ってますけど、うんうん、まあ別に見る箇所もないし見たいよ絶対見たいよもうそうですか、じゃあ今度フェイスブックに上げときますね、見よ見よ見よ、もう何回か上げてるんで、ね、私も見てますよ若い時もね、そう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 、金髪のやつとかめちゃイケメンです、めちゃイケメン、イケメンじゃないですよ、かっこいいじゃないですか、イケメンって言われましたけどね当時イケメンなんてことがなかったんです当時なかった、美少年ギタリストとか言われてましたえ美少年ギタリストだったらさ金髪モヒカンじゃないじゃん、ね、そうですね、うんうん、でも言われてましたよ、あの今ブーセブンオールスターズっていうバンドの、はい、あのブーさんって、うん、あれもハードコアでギター弾いてたんですよ、同じような歴史を歩んでるんですけど彼と私で2人で静岡の美少年ギタリスト、あそうなんハードコア界のって、あ 嘘だと思ったら本人に聞いてください私が一人で言ってて嘘かもしれないけどブーさんに聞いたらおマンキーの言う通りでって言うに決まってますから、今度聞いてみてください何を言ってんでしょうね私は止めてください聞きたいのいろいろ、もう本当楽しいね、楽しい、この企画いいね、なんかさこう一人のアーティストがのこの歴史を振り返る掘り起こすっていう、そうまさかこんなさハードコアパンクのナンバーがね、出てくるとは思わなかったからびっくりしちゃった。マンキューさん19歳かな、20歳かな、19歳か20歳かどっちかですね、でもうそこからまあパンクの P を F に変えファンクになった、はい、そんなマンキューさん、はい、この後そのファンクと言いますか現在の、うんマンキューさん、もうファンクも超えちゃいまして、あもう超えました今通り過ぎました、もう最初と今の2つ持ってきましたんで、あそっか、はい、あの途中、まあ、他にもあるぞブルースとか、うんうん、あのロックとか、うん、なんかアーリーアメリカンミュージックとか、うんうん、そういうのもちょっと経験してきてますけど、あの、まあ、主にやってたのはファンクっていうだけでやって、で今現在はこれに至るっていうのを今持ってきましたもんですからたどり着いたところですね、はいはい、じゃあそちらも聞いてみましょうか、よろしいでしょうか、聞いてもらっても、はい、はい、どういった音源でしょうか、ですね、3年前この番組に出演させていただいた時に、あの今こういう CD 売ってます、うん、僕から手売りで買うといくらだんだんだ、やりましたね、言いましたけど、うん、すいません再販させていただくことになりまして、また新しく友達ができたりして、うんうん、そういった人たちがあのそれ売ってほしいとかって、うん、でももう在庫がないよって、じゃあちょっともう一回作りましょうって今再販し始めてるところでございます、そのアルバムがラウンジオブザシティホテルっていうタイトルなんです、うん、そのアルバムの2曲目にそのアルバムタイトルの曲が入ってますので、それを聴いていただければと思います、曲名がラウンジオブザシティホテルです、thank you.
ありがとうございます。はい、マンキョさん、これはまたハードコアからガラッと変わってムーディーなナンバー、セクシー。一応私スムースジャズという、あの、まあ、日本ではあまり馴染みのないジャンルに値するかなと勝手に思っております。あの、私の好きなサクソフォニストにメイシオ・パーカーって方がいらっしゃるんですけど、はい、その方があのアルバムとかに書いてあるんですけど、 98% ファンク、 2% ジャズって書いてあるんですよ。で、私それ真似しまして、はい、98% スムースジャズ、 2% ハードコアパンクって書いてある。入ってました。よかった、 2% 入ってたよ。もうルーツですからね。でそのチラシ見てハードカパンクやるんじゃいかないよっていう人もいますけど、いやいや、やらないからやってもいいけど、 2% だから、たった 2% だからふりかけ程度ですっつって。え、それいいですね、その表現、うん、ねえ、ね、いいでしょ、素敵、うん、で、すいません、この今聞かせていただいたんですけど、全部の音をマンキューさんが作って、うん、でこの曲ができているっていう。だからサックスだけじゃなくてね、うん、バックのギターも弾いて、うん、で、あのシンセサイザーも弾いてるって、すごいですよね。聞くとこ満載ですね。そう、サックスだけじゃなくてその楽曲としても聞く楽しみがあるじゃないですか、ね、大変ですよ作る場に。めちゃめちゃ大変そうなんですけど。いや、そんなこともないですよね。結構やれることしかやってないんで、自分で自分でやれないことをやろうとしたら大変ですけど、やれることしかやってないんで、本当1日1曲上げてますから今、Facebook。そう、そんなね、うん、作って、まあみんな同じような曲ですけどね。でも本当に毎日ね、上げてくれてるんですよね。毎日上げてます。え、見る見る、どこで、あの、何でマンキューさんで検索、そうするとマネキンとか出てきますよ。フェイスブックのお友達になっていただければ、うん、あ、 友達ね、それか私のブログを見つけていただければ、うん、見つけましょう、うん、いいです、無理に見つけなくても。あの、みんな同じような曲だから毎回同じじゃないかよって言われちゃうと、そんなことないよ。で、そういうことを書かないようにって書いてありますから、はい、ね、受付してないです。そう、あの受け付けてません。そこまで受け付けてない。褒め言葉しか受付けてませんから。もうそうやって書いてあるから。そうやって書いてありますから、よろしくお願いいたします。で、今のような曲をライブで演奏するときにはどうしてるんですか？どうしてるんですか、うんうん、あの口から息を吹き込んでサックスのリードを鳴らして音を出してますが、サックスをあの首から下げながら、あのストラップでギターも持ってできるわけがないじゃないですか。あ、そういう意味ですね。あのバックのトラックだけを別に、うん、あのPA さんから音を出していただきまして、うん、あのそれに合わせて吹いてます、うん、ですからもうサックスに集中ができる。サックスに集中してます、うんうんうん、たまに歌ったりもします。お、はい、ハードコアもだから 2% 2% だけ。あのもうやめましょう。もうやめましょうね。はい、で、あの、そのマンキューさんのライブがあるということなので、うん、はい、はい、詳しく教えてください。もう今日ですね。来た、今日。今日です。今日11月21日、はい、清水の居酒屋元スタジオさん、うん、場所が清水区巴町、住所を覚えてないな。10の12だったかな。あ、ちょっと、ね、ネットで調べてください。はい、元スタジオさんで、19時開場、19時半から私がスタートします。はい、で、その後20時半からあの有名なシャカシャカさんが、あ、シャカシャカさんが、あの出演されます。2組です。はい、1000円でワンドリンク、すごい破格の値段になってます。安いですね。で、完全予約制になっておりまして、はい、ソーシャルディスタンスも取れるような体制、コロナ感染対策も万全に取られております、はい、あと若干名予約がまだできるので、もし来てくださるとご検討くださる方がおられましたら、予約が必要なので、はい、お店か私かシャカシャカさんに連絡を取ってください、うん、はい、予約がない方は入場できない可能性があります、うん、よろしくお願いいたします、はい、まだ間に合いますよ、はい、まだ間に合います。もう今日ですけどね、はい、はい、今日7時、今日の7時会場です、はい、まあ、清水の人だったら ね、十分もすぐに30分前に出れば、まず予約してね。あ、そうそうそう、席がね、まずそうね、まず予約をしてください、ね、はい、予約がないと稀に帰っていただくことになってしまうのでそれは非常に辛いのでやめてください。辛い、辛い、それは、はい、で、
まだいいですか。はい、はい、その後ですね、11月の、29日か、はい、ハマキタプレハウォーク、はい、浜北、これもラムリンさんからのご紹介なんですけども、はい、プレハウォークの特設ストリートステージみたいなところで、はい、14時からと、うん、16時からと、2回ステージ、やらさせていただきます、うん、まだ感染リスクの対策のためにこう歌うっていう人ではなくて、こう、はい、私のようなインストミュージシャンをなんか選んでくださっているようで、歌うとそんなに飛沫が飛ぶのかなと思いましたけども、まあ、ストリートステージっていうくらいだから、ね、ほとんどディスタンスしかないみたいな、そうですで完全に感染リスクはなしというふうに考えておりますので、しかも無料でございます、よろしくお願いします。いろんな角度からバンキューさん見れますよ、ここは。一応ここまでにしておきます。12月にもいろいろ予定入ってるんですけど、ちょっと大人の事情で、コロナ的な大人の事情でちょっと言うのはやめておきますので、はい、私のいるところには必ず私 その先ほどの再販 CD、うん、必ず在庫がありますので、はい、私から買っていただければ、通常定価600円のところを500円でお売りいたしますので、1000円札渡して400円のお釣りもらわなくて済むんですね500円のコイン1個持っていけば買えますん で1曲100円ですね、5曲だからすいません。であと1店舗だけ在庫置いてある場所があります、はい、それが今日ライブやらせていただく居酒屋元スタジオさん、はい、そこに私の CD、在庫置いてもらってます、うん、そこで買うときはすいませんが定価の600円を支払ってください、はい、そのようなシステムになってございます、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。時間使ってすいません。マンキューさんの時間だからね。そう、もう今日はさ、マンキューさん特集できたからね。 ありがとうございます。でもなんかもう意外な一面を見ちゃったからまさかのハードカーパンク。あ、ハードカーパンクですか。あ、大好きもうますます好きになっちゃったまた、ね、なんかまた呼んでくださった限り時には別のハードコアのやつも持ってきますので。やったやった。なんかそっちはお得したい。ハードカーパンクも私何バンドかやってましたんで、一番有名なのがソーファットだったんで、うん、それを今日持ってきました、はい、有名じゃないのもありますんで、うんうん、もっと面白いですよ。そう期待しちゃう。気になる。下手だし大体ね、ハードコアパンクなんかはね、下手でいいんですよ。そうそう、勢いだから。うまいと面白くないと、逆に。うまいんだったら CD 聴いてる方がよっぽどマシなんだよね、うんうん。何を言ってんでしょう ね、まあ、ね。またごめんね、そっちに戻しちゃって。すいません、ソーファットって今でもやってますから。そうすいません、私ら後輩が続けてやってますから、うん、歴代で。私3代目なんです、ギタリスト。すごくないですか、これ。すごい。で、やってるバンドの昔の音源を私流しちゃって、これ良かったのかなって今なって後悔します。大丈夫です。マンキさんがやってる。頑張ってくださいね。はい、はい、というわけでね、ツイキャスも30分を超え切れてしまいましたよ。すいません、すいません。今日長かった。今日長かった。はい、ツイキャスの皆さん。私のせいで申し訳ございません。ツイキャスの方もごめんなさい。また。というわけで今日はね、マンキさんに、ゲストを迎えてね、いろいろとマンキさんの歴史、語ってもらいました。はい、曲も2曲ね、はい、うん、過去と現在と、はい、うん、お届けしました。マンキューさん、リスナーに一言メッセージお願いします。はい、はい、これからも頑張っていきますので、コロナに負けないように、うん、皆さん、手洗いうがい、元気元気でいきましょう。はい、ありがとうございます。はい、マンキューさん、ありがとうございました。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 ミュージックホリックのコーナーでした。